日本九州地方熊本県熊本市南区南区は熊本市を構成する5区の行政区の一つである。旧富合町と旧城南町の区域はそれぞれ合併特例区となっていたが、富合町合併特例区については2013年10月5日、城南町合併特例区については2015年3月22日をもって終了した。熊本市の南部に位置し、 以前の町村では、川尻町、日吉村、力合村、田迎村、三幸村、秋田町、天明町、富合町、城南町の旧町村にあたる。西区、中央区、東区のほか、鹿島町、三船町、高砂町、宇城市、宇都市と隣接し、海上を隔てて、長崎県島原市とも接する。区内には、緑川とその支流の河川川が流れる。 仮称は、い、e、い区で、2010年9月に実施された、区名案の募集では、多いものから順に、南区、城南区、緑川区、熊南区、緑区、熊本南区、肥後南区、川尻区、南条区、南部区,区、という結果であった。熊本市の行政区画審議会がこれをもとに、南区、城南区、肥後南区、緑川区、緑区を候補として選定。 2010年12月に改めてこのご案による移行調査を行ったところ南区が第1位で55.0%を占め、審議会での議論の上2011年1月に区名を南区として市長に答申した。翌月に熊本市の方針としてこれに決定され、2011年12月に熊本市議会において市場例として正式決定された。 ありがとうございます。